吉田さん、よく世代が違うとね、もう時代が違うんだよって言葉が飛び出すんですよね。まあ多くは的外れなんですけども、これだけは時代が違うんだよと言えますね。まあ、それはですね、通信環境ですね。情報通信、こちらはですね、もう20年前30年前と全くガラッと変わりました。まあ、だからパソコンやスマホ1台で仕事ができるんですよね。20年前30年前も確かにパソコンあったんですけども、そのパソコン1台では仕事ができなかったですよね。せいぜいワープロみたいな使い方をするか、なんかね、こう指示書を書くとかね、計画書を作るとかだったんですよ。それを郵送で届けるとか、なんかね、電車に乗って誰かに届けるとか、そんな感じだったと思います。でも今は本当すごいですよね。インターネットのあるおかげで Wi-Fi も整備されてますしね。だから日本全国ほとんどどこへ行っても主要都市でしたら通信ができますんで、商品を届けることができたり、それからですね、こうメディアを作って人を集めることができたり、アフィリエイトもできますしね。通信販売、アフィリエイト両方できるんですよね。まあ、そうなると本当どこからでも不特定多数の人にコンタクトできるってことは、まあ、それでもうね、店舗をいつでも作れるってことなんですよね。で、今回その、まあ、Uber Eats とかね、テイクアウトとかっていう文化がだいぶ進みましたけども、こういうことができるんですよ。例えばね、店舗が1個ありますと、でなかなかお客さん呼べないと、お客さん人が来ない、そういう時にもうテイクアウトをする時にね、一つの店舗の中に複数の事業といいますか、店舗を持つ、バーチャル店舗を持つってことができるんですよ。サイト上でスイーツ、サイト上で、カレー、サイト上で丼物、サイト上で定食弁当、こういったものを複数サイトで運営しておいて、住所は一緒、作るところ一緒、じゃあスイーツのオーダーが入ったら、あ、じゃあスイーツバーッと作って、で持っていくとか、でしまいにはね、まあ複数のメニューが入っても同じところで作ってますから。だからね、すごくね、まあ、やりやすくなったのかなとかね。だから時代の変化についてくって、ビジネスについて言えばこれはね、本当に今、ついていける人とついていけない人の差がものすごく開いたような気がします。まあ、もちろんね、このインターネット通信を使ってもできない商売、失礼しました、できない商売あるんですけどね。すごいですよね。だから吉谷さんが旅しながらどこでも、コンテンツ作ったり、サービス、レター作ったりね、レポート作ったりとか、まあ、コンテンツをできるわけですよ。で、どこでもアクセスができる。コンテンツってのは商品です。アクセスってのは、まあ、発信のことです。で、セールスってのはありますよね。商品作って集客してセールスすると、この3つが通信の環境が整ってるんでできるってことは、どこでも OK ってことですよね。で、今、物よりも情報に価値がどんどん重くなってますんでね。すごいなと思いますよ。私はまあ同じ場所からなんですけどもでも出勤をもうしてないというね、ステイホームっていうけども本当にずっとですよね。で、接触すると今だったら感染のリスクが高まるって言いますけども、私は外出をしないんでね。そういえばね、外出したにしても人のいないところとか大草原とか山奥とかなんで、本当にね、なんか全然人混みにまみれないというね。町内会の集まりぐらいですかね、人がいるところに行くのって。だから私はちょうど町内会もう行きたくねえなみたいなねそうそう、今日はこんな話でまとめましょうか。町内会でね、マスクしてるんですよね。で、大体町内会ってご老人の方が多いんですよ。マスクしてて、いろんな発表があるときに、なぜかね、ご老人の方って黙ってるときはマスクしてるんですけども、発表の時間になるとマスクを外すんですよ。それで、それでですねとか言って、いや違う、逆だろうって黙ってるときはマスクはね、いらないんだと。で、喋るときにマスクがいるんだというね。何なんでしょうか、これは。で、もう一つはね、なんかこう、プリントがあるじゃないですか。プリントを配るときにね、こうやって配るのやめろって感じですよね。汚ねえし。汚ねえし、その、飛沫感染を避けようとしてみんなでマスクしてんのに、物を配るときにマスク外して、汚ねえなぁ。これはね、年寄りはね、男性でも女性でもこれ舐めるんですよね。これはね、私代表して言いますけども、それはやめてください。別にウイルスとかなんとかじゃなくても汚いんで、こう受け取りたくないじゃないですか、こんなん。なんであなた方もそうやるんですか。20代30代こんなことやりませんよ。40代50代でもやらないか。60代以上の方の文化ですかね、これは。
何なんですかね、うん、まあ昔漫画でね、漫画でね、なんか文字を書くときに今日みたいなのありましたけど、これ漫画の表現、これはね、うん、ちょっとね、なんかそこだけ今回言わせていただこうかなと思います。はい、通信で仕事をしてると感染症を恐れることもないということでございます。いってらっしゃい。